Kamiyama! Kamiyama, today is a very good day. Jihei Yukari no Soga no Hana. It was a great stage. Jihei Yukari no Soga no Hana. That's a good ear. どんな演目なんですか？自分で学べと言いたいところだが、今の私は気分がいい。少しだけ教えてやろう。演目の中で描かれるのは、先祖伝来の弓を探し求める青年の物語だ。彼は曲がったことが嫌いな正義感であり、とても切符のいい青年だ。このような人物のことをこの国では、何というのだったかな。それは確か江戸っ子じゃないですかね。義理人情に熱い切符のいい人たちです。それだ、江戸っ子。実にいい響きだな。私もそう呼ばれてみたいものだ。江戸っ子はこの町を愛し、この町を守ろうとする人たちでもあります。都市を愛し守ろうとするエリスさんはもう江戸っ子なのかもしれませんよ。本当か？そうか、それは嬉しいな。エリスさん、本当に日本の文化が好きなんだな。私がこの治兵衛という演目を好きなのは、そこに日本を感じることができるからだ。文化と風習、歩んできた歴史、そして人生、それらをたった一つの演目で楽しむことができる。贅沢で優れた演劇だよ。本当にそう思う。なるほど。なんだか俺も見に行きたくなってきました。説明した甲斐があったな。ぜひ今度感想を聞かせてくれ。神山君、こんなところで奇遇じゃの。ええ、そうですね。ヤッタンサイさんはアザミの様子を見に来られたんですか？いや、今日は幼少じゃよ。まあ、アザミのことが気にならんこともないかの。アザミならよくやってくれていますよ。花組の一員としても頼もしい限りです。それは何より、帝劇という新しい場所にしっかりと根を下ろせたようじゃの。そういえば以前、ヤッタンサイさんはアザミには忍者ではなく普通の道を歩ませたいとおっしゃっていましたよね。あれは、嫁入りの準備ですよね。忍者の修行の次は花嫁修行なんですよね。お、バレておったか。さすがは神山君じゃ。ならば仕方がない、アザミをやろう。修練はいつがよいかの。ちょっと待ってください。今のは冗談ですから。わしは本気じゃぞ。アザミはダメか？稽古じゃと言ったのは嘘だとでも言うのか？いや、そうではなくて、とにかく勘弁してください。冗談じゃよ。じゃが、アザミのこと考えといてくれよ。神山君、これからもいろいろとあるじゃろうが、アザミのことをよろしく頼むぞ。
なんだ、案外元気そうだな。なんだよそりゃ。いや、さくらにあんなことを言われてさすがにへこんでるんじゃないかとね。のことでこの初穂ちゃんがへこむわけねえだろ。それとも何かい、心配でもしてくれたっつうのか。そりゃもちろん。心配したに決まってるさ。腹を立てた初穂がどこかで暴れてたりしたら、また帝劇の借金が増える。ま、ちょっとムカついたのは確かだけどな。っていうか、私のことはいいんだ。ちょっと愚痴って、うまい菓子でも食や、それでご機嫌なんだからよ。けど、さくらは違う。あいつはいろいろ背負っちまうからな。ハツホだって背負ってるだろ。私が？何を？いろいろさ、さくらのことも兵撃のことも。ハツホはハツホでちゃんと背負ってる。いつも助かってる。感謝してるよ。おせやい。それはそんなんじゃねえよ。ただほっとけねえつうかさ、それだけだぜ。とにかくさくらは絶対戻ってくる。あのまま終わるやつじゃねえんだ。信じてるんだな、さくら。当たり前だろ。なんだってよ。ほら、親友だからな。あいつは今はただちょっと休憩が必要なだけなんだ。そういう時ってあるだろ。休憩か。そうだな。でもそれなら